ば。全然違う。全然違う。おはようございます。ただいま5時。うん、出るか。うん、真っ赤だよ。そう。うん。すごい綺麗。あっち行く。あ。めっちゃ綺麗。うん。綺麗だな。眠れた、うん、起きなかった、うん、朝ごはん楽しみだった今日のしじみの味噌汁見てあっちが奥もう木が光当たってめちゃめちゃ綺麗ちょっと地図見よう地図、うん、あのさ、うん、山、うん、向こう側って何なのかなと思ったんだ、うん、で栃木だったんだけどさ、うん、不思議じゃない違う県があるって確かにうちらそれ、うん、経験したことないじゃん別の県って不思議あっちが千葉福島は福島はあっちあっちすごい今週すごい茨城ってめちゃいい立地だな確かにね東京からも近いしねうん。Thank you.
れれる味噌。すごい混雑してるね。これなんだ、買ったあそこで道の駅で地元の味噌。今回はほとんど茨城産のもの使ってんじゃん。うん、もうシミがすごすぎて混ざらないもんね。これがウコッケイの卵。なんか色がね、今まで食べたことない卵の色してね。ほら、うわー、すごいね。あ、確かに。どうする、やめる、目玉焼き。目玉焼きやめるか。納豆と卵入れ、うん、ご飯に。そうしよう。じゃあここではウインナーしか焼きません。ウインナーはその道の駅で買ってた、うん、おぉ、うまそう。このウインナー、味噌汁用のネギ、ちょっと雑かな、ネギ。船納豆、憧れの船納豆。いや暑いね今日も。天気予報さ、晴れなかったの。確かに晴れなかったの、やばいね。ご飯もいい感じ。やばい、ご飯は本当にお任せください。しじみの味噌汁もすごいいい色。もう帰った。ネギ乗せて。よし。おお。色はいつも通り。塩でいってみる。醤油？うん。そこは醤油？うわあ。いただきます。いただきます。うわ、黄身とろっとろ、すごいね。うん、いただきます。うん、うん、おいしいんじゃない。うん、大好き、卵かけご飯最高。もうちょっと醤油食べた方がいいか。うん、うん、うまっ。ほっすり、うん、うん、うまい。ローズポークって返した。ローズ、うん、ここのキャンプ場めっちゃ絶景じゃない。めっちゃ綺麗。あっち側とかすごかったね、朝。広大。うん、なんでこんなにいないんだろうね、人も。なんかここ最初見た時ゴルフ場みたいに綺麗な、なんか芝だなと思ったんだけど。うん、思った思った思った。この辺めっちゃゴルフ場多いらしい、うん、あ、そうなの、うん、さっき地図見たら周りめっちゃゴルフ場だった。へえ。出汁が半端ないよ、うん、あー、あれ、これ忘れてた。あ、もう、え、びっしり。え、すごい、これ。ん、3人前ぐらい入ってる。確かに、2人で1個でも。2人で1個ですか。よかった、うん、とりあえず、うん、船納豆、お、持って帰りたいな、お土産に。へえ、見てこれ、面白い。こんな感じで、うん、キャンプで納豆食べるの初。そうだね、うん。うわぁ、うん、うまい。ネギでも、うわ、濃い濃いよね、うん、味。納豆の風味が強いような気がする。うわ、なんか、うん、コクがある。うん、1個で160円だったらちょっと贅沢な時に食べるのかな。かな。
なんか北海道に売ってないさ、うん、こういう3パックの納豆とか普通にありそうじゃない、これ以外に。ああね、ミートバージョン、うん、うん、結構急がないとやばいんだよね。いや、のんきにしてんな。うん？のんきにしてんな。ここから30分ぐらいのところにある龍神湖っていうところに行ってカヌーをします。え、なんか写真で見たんだけどさ、バンジージャンプ、いや、それやりたい、ね、やってるところだよね、うん、すごい絶景の場所。バンジージャンプって予約しなきゃできないよね。うん、その場でできるのかな、急に思い立って。え、どうなんだろう、やりたい。いや、迷ってる。ずっとバンジーとスカイダイビングは、うん、死ぬまでにやるっていうのが目標だったんだけど、うん、30代になって急に高所恐怖症になって、もう高層マンションとかももう足すくむんだよね。いや、めっちゃわかるよ。俺あのジェットコースターとかすごい怖くなってきた。そうそうそう、前までさ、うん、5回連続とかで乗ってたのにさ、最近はもうさ、もしこれがとか。そう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 。北海道にあんまりバンジージャンプとかないよね。あんのかな。なんか聞かないね。聞かないよね。うん。そうな。せっかくそんな絶景のバンジーがあるんだったら、うん、でこういうさ、うん、旅行で気分高まってる時しかできないでしょ。うん。やりたいなと。うん、わかるわかる。やってみたい。やんなさい。バンジーって一人で飛ぶんだよね。うん、じゃの、うん、2人とかないのかな。2人飛びたい、俺と。どんな景色なんだろうな、カヌーの景色は。こないだからずっとカヌーやりたいっていう話してたもんね。うん、あー、あと1週間ぐらいな、休みがあればここに2泊してくのに。うん、ね、竹があるの、左右に。そう、あれも竹じゃない？竹ないよね、北海道。見たことない、すごい、普通に竹って生えてんだ。龍神バンジー、はい、世界でも数少ない 100m 級ブリッジバンジー。100m 高さ、うん、そんなに。100m ってテレビ塔とか。テレビ塔90m。京都タワーが100。なんかめっちゃアクティビティあるらしい、ここ。カヌーとか、うん、ネイチャーツアーとか、うん、パラグライダー、ボルダリングやりたい。うわ、あった。うわ。やば。やば。うわ、怖い。これは怖いわ。お願いします。やばい。うわあ、吊るされてる。おいや、これ絶対無理だよね。頑張って。めっちゃ気持ちいい。やばいね。最高じゃん。バテてますね。サザレサザレイジで、君が代の言葉にあサザレイジの岩音なりて、いろんな個性が集まって
一つの大きな岩になってるよと。へえ、いい話。家庭もそうだし、社会もそうだし、いろんなものが一個一個が成り立ってあって、それが大きな岩になってるよ。それが苔が蒸すまで。おお、おお、もうね、いろんな個性を生かしたままみんなで行きましょうっていうのが君が代の世界です。それがここに来るだけで味わえるっていう。基本はこれなんです。これが大事なんですよ、川。だから山の上を切って、そういうことか。これがなくなっちゃうんです。だからむやみに切ってなんかやっちゃうと、これなくなって川が枯れてきちゃうんですよ。あ、想像できないですね、これが、ね、川の一滴、対岸の。いや、想像できないですね。面白いね。勉強になりました。川の水ってさ、どこから来てるとかって考えたことなかったな、最近。おじさんがさ、うん、社会の先生だったら、うん、面白いね。ね。いやー、健康的ですね、朝から。最高だったかね。うん、最高。いや、かなり。かなり満足度高かった。なんか一番最後の滝のところ本当感動だな。しかもなんか社会勉強までできちゃった。そう。なんかそのインストラクターの人が結構、うん、鳥とかも詳しくて、うん、ね、面白かったよね、話聞いてて。で、さっき下から見てた大吊橋、うん、行きたいねって言ってて、すぐ行けるみたいなので、うん、行くことにしました。やばー、どうしよう、足すくむ。 100m でしょ。うわー、綺麗。うわー、これは絶景だぞ。到着。龍神大吊橋。大きいところ、さっきや。かわいい。うん。ケンこれで寝れるわ。寝れる。ああ。まだ怖くないわ。ただただ綺麗。俺らがさっき行った場所じゃない、うん、あそこ。贅沢だね。ここ怖くないぞ。うん。なんか下あんまり見えないからね。うん、しかもこの橋がさ、結構頑丈じゃん。私なんかこういうやつだったらどうしようと思ったんだよ、なんか。ああ、木の板みたいな。やば、うわ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、飛ぶ瞬間の気持ち分かった。こういう感じなんだ。マジ無理、絶対無理。無理だ、飛べないわ。そば工房。うわ、なんかすごいね、建物が。今日のお昼ご飯は、はい、念願のそば打ちで売ったそばを食べる。常陸太田市の常陸秋そばが有名らしくて、うん、ここで丁寧に教えてくれるんだって。ね、めちゃめちゃ楽しみ。お腹空いてた。もう死にそう。そば粉 350g と小麦粉の中力粉、つなぎ粉ですね。なんかいい香りする。香りする？うん、なんだろう。もうそばが大好きで、一回作ってみたいなって思ってたんですけど、やれてよかった。普段食べてるおそばと比べると衝撃です。そうですか、やっぱり。美味しいと思います。楽しみ。楽しみだね。ここで
買って帰るとかもできるの？それもできます。でも打ちたてより、そうですね何より打ちたてで茹でたてでって食べるのが美味しいですね、おそばは。これテレビで見たことあるわいい感じとても上手です冬もやるんですよね、毎週のようにストーブ持って、はい、ストーブ持って、ちょっと考えられないですよね、絶対テントで、はい、テントで、雪の中凍えないマイナス20度ぐらいの時もあったりして、地域によってはマイナス30度のところとかもあったりするんで、僕らはまだ行ったことないですけど、恐ろしい中、はい、キャンプやってますねもう装備も何も半端じゃ無理ですよね。そうですね茨城県の地域は雪降らないですか？そうですね、まあ、東京で降りますよっていう天気予報が出ると、まあ、同じような感じですかね。県やる？うん、俺もそろそろ選手交代かわいいな。でこれを今度は回して動かしながら、こんなに頑張って作ってくれてるやつをさ、ものの10分ぐらいでさ、私はいつも口の中に書き込んでるんだ確かにちょっとゆっくり食べないとダメだ。10分もかかってないけどあ、そういい感じです。すごい綺麗綺麗だね。すごく上手になりましたもう切れる、切るんですよ。はい、だいたい2ミリぐらい目安に切っていただくと美味しいそばになるかな。へえ、めっちゃ上手けん。めっちゃ均等あ、頑張りましたもったいない食べるの、来た。自分たちの売ったざるそばと、うん、けんちん汁と、うん、天ぷら盛り合わせ、はい、いただきます。いただきます。違うの？全然違う。全然違う弾力がすごい。そばじゃないみたい。違う。全然うまい。香りもすごい。お腹空いて。干からびる。いただきます。そばじゃない。全然違う。美味しい。どっちかというとうどんみたいなコシ。そう。衝撃だったです。また教えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて、はい、ありがとうございます。茨城2泊3日、これにて一旦終了です。やっという間だった、ね。食べたし、動いたし。絶景見れてね、大満足で。ただまだ足りなかったり、うん、しじみの一番うまいのは5月6月だってあのおじちゃんが言ってたりとか。あとそのカヌーやった時に、カヌー あのインストラクターの先生が、うん、今の時期もいいけど秋の紅葉とか、うん、5月ぐらいのこの時期は藤の花が咲いててねとかっていろいろ教えてくれて、いろんな時期にまた茨城を見てみたいなと。祖母を教えてくれた先生もめっちゃ素敵で、てかもう人が素敵で、いい街だ。めっちゃ癒された。茨城が大好きになりました、うん、で今回私たちがこの茨城の PR のお話をいただいたディスティネーションキャンペーンっていうのが今年から3年間連続で行われるんだよね、うん、それのキャンペーンのテーマが、うん、アウトドア、食、旅の新しい旅のスタイルっていう3つで、まさに今回茨城でキャンプしてその3つ全部感じれたなと思います、うんうんうん。なんか体験も茨城は推してて、うん、それこそアクティビティとか
あとこういう蕎麦打ち体験とかもそうだけど、うん、なんかいろんな体験ができるっていうのが茨城のいいところなので、うん、近くの方、うん、首都圏とか東北方面の方も気軽に来れる距離だと思うので、うんね、いや北海道だから、うん、うちらは遠いっていう感じがしてたけど、うんまあ、でも北海道でも意外と近かったし、うん、あとはね陸続きの県だったらもうどこでも ね、うんうんうん、すぐ来れると思うので、はい、ぜひ茨城を堪能しに来てください、はい、他にもいろいろあるんだよねコキアとかさ、うんうん、ネモフィラとかちょっと見に来たよねまた別の機会にね、うん、また来ます詳しくは動画下のデスティネーションキャンペーンの公式サイトをご覧ください。あと茨城キャンプのサイトも載せておきますので見てください、はい、事前にインスタグラムでアンケートを取ってたんだけど、まあ、それは全部回れなかったけど、また来れたらいいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。